どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサニーでございます。さて今回の動画はですね、まあ、こちらもうすでに、見えてるんですけれども、A1 タイプのレザージャケットを使った、コーデ動画ということで撮影させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、まあ、こちらですね、先日、セカスト巡りで、購入させていただいた、60年代のゴールデンベアという、ブランドの A2 タイプの、レザージャケットでございます。まあ、結構ね、この A2 のレザージャケット、フライトジャケットは、まあ、結構ね、まあ、僕より上の世代、まあ、40代とか、あと、まあ、50代ぐらいで、まあ、アメカジとか古着お好きな方なら、もう一度はね、購入を悩まれたり、まあ、もちろん、購入している人も多いと思うんですけど、まあ、僕はこの A2 ジャケットタイプは、まあ、初めて、購入したので、まあ、僕が着るなら、こんな感じっていうのを、まあ、ちょっとねスタイリング、何個か組んでいこうと思います。でもこの A2 タイプってね、結構着こなしが難しいなと思っていて、まあ、その理由は、まあ、僕もかなりタイトめで買ったんですけど、まあ、元々の作りがかなりタイトっていうのと、着丈がめちゃくちゃ短いんですよね。まあ、なのでそのインナーの裾のバランスとかは結構、気を使わないと、かっこよく着れないかなというアイテムなので、まあ、ただ単純に羽織ってかっこつくっていうタイプの、ジャケットではないと、個人的には思っているので、まあ、今回は、まあ、そんなね、ちょっと、着るのが着回しが難しそうな、A2 タイプのレザージャケットの着こなしを、じっくり考えてやっていこうと思いますので、最後までお付き合いください。さあ一つ目のスタイリングはこんな感じでございます。ジャケットは、A2 タイプのレザージャケットを着まして、で、まあ、これは多分僕が本当に一番したい、スタイリングなんですけど、中にプリントティー、入れて、でブラックデニム合わせてみました。でこのブラックデニムは、フィグウェルのブラックデニムを、今回合わせております。で、中の T シャツは、まあ、80年代ぐらいの結構、薄いコットンポリ のペラペラの、T シャツを合わせて、上から A2 を羽織っているという感じでございますね。で、まあ、このスタイリングはやっぱりタックインが前提なので、まあ、やっぱこの A2 タイプは丈がかなり短くてタイトなので、まあ、T シャツの丈もまあタックインして、収めるっていうのが、まあ、バランス取りやすいかなと思っておりまして、まあ、いつも履いてるリーバイスの501だとタックインした時にこの股上がかなり浅くなっちゃうんで、タックインした時のバランスを考えた時にちょっとね、股上が深めの、デニムを選びました。まあ、なのでリーバイスでいうと505のブラックとかが、このバランスでは合わせやすいかなと思います。で僕はお気に入りのブラックデニムであるこのフィグウェルの、ブラックデニム合わせてみました。まあ、本当にこれが一番個人的にはしたいスタイリングですね。でまあ、もう本当全身ビタビタ、まあ、A2 タイプはね、まあ、もちろん好みあると思うんですけど、僕はもうこのぐらいビタビタに着たいなと思っていて、まあ、なので、パンツも、まあ、これウエストが29で、僕ウエスト29ジャストなんで、もうビタビタに履いて、で中の T シャツももうかなりタイトめに、着てるっていう感じですね。もうこのスタイルはね、もう正直僕もね、まあ、基本僕体型絞ってるんですけど、絞ってない時ね、このスタイルできないかもそのぐらい全身ビタビタで、はい、今回スタイリング組んでみてます。で、まあ、ちょっとアクセサリーとかはね、この US アーミーエアフォースの、プロペラウィングっていうモチーフの、
これも1940年代ぐらいの、まあ、US アーミーエアフォースの部隊の、ミリタリーリングをこの合わせたいので、まあこれを中心にアクセサリーをこんな感じでつけてるって感じですね。でこの辺は僕がいつもつけてるお気に入りのホープアースっていうブランドの指輪と、これがバングルですね。でこれがね最近紹介したんですけど最近買ったヴィンテージウォッチエニカのウルトラソニック、この40年代ぐらいの時計なんですけど、これをつけてます。でネックレスもホープアースさんのちょっとねドッグタグの形をしている、ネックレスをつけてるって感じですね。まあ多分アクセサリーはこれで固定でいろんな着方をしていこうと思います。まずは一つですね、これが、これが一番お気に入りですね。はい、じゃあ続いて参りましょう。こちら2つ目のスタイリングですね。まあ、さっきの格好にダウンベストをまあ羽織っただけなんですけど、まあ、やっぱねレザーのジャケットって、ね、全くあったかくないんで、まあ冬場北陸は冬かなり寒いので、まあちょっとねこの肌寒い時期はこんな感じで上からダウンベストを羽織るっていう感じも、したいなと思ってこんなスタイリング組んでいました。でまあブラウンのレザーに対してねネイビーのボディのダウンベストを合わせてみました。これもかなりお気に入ってる、まあ、フィグウェルのダウンベストなんですけど、まあ、こんな感じでねちょっとまあ冬は超えようかなと思っております。まあ、このかなりかっこいいよね。やっぱこんな感じ、まあ全開けでどっちも開けて着てもかっこいいかなと思いますけど、まあ中サーマル入れたりして、まあちょっとねその辺は温度の調節はできると思うんで、肌寒い時期はこんな感じのスタイリングしたいと思います。それでは続いていってみましょう。さあ3つ目のスタイリングは、こちらで、まあ、さっきの、パンツと一緒で、フィグウェルの、ブラックデニムに、中を、シャツに変えまして、でこれは、80年代のラングラーの、ブラックデニムのウエスタンシャツでございますね。はい、こんな感じですね。このスタイリングもかなり、個人的にはいいなと思ってるんですけど、やっぱこのねレザージャケット着るとなったらやっぱ春と、まあ、秋がメインになってくるとは思うので、まあその、まあ、その着やすいね、もう過ごしやすい時期にこんな感じで、中にシャツ入れて、着ていこうかなと思っております。でまあやっぱタックインしない と、まあ、かなりバランス悪くなっちゃうんで、まあ、これもねウエスタンシャツはかなり、丈が長いんで、まあ、出しちゃうと、まあ、どうしてもバランスが悪くなっちゃうんで、こちらも、タックインして着てるっていう感じですね。まあ、こんな感じで前止めても、バランスが取れてるかなっていう感じで、はい、3つ目が、こんな感じのスタイリングででした。さあ4つ目のスタイリングはこちらですね。はい、まあ、さっきの、まあ、上下、デニムを、まあ、普通のインディゴのデニムに変えたっていう感じでございますね。でパンツが、これが70年代のリーバイスの、505ですね。はい、で結構股上が深めのモデルなんでタックイン、しやすいっていう。でこのシャツが、この80年代の、ラングラーの、インディゴのデニムの、ウエスタンシャツでございますね。まあ、さっきのオールブラックのやつに比べて、まあ、かなり、まあ、インディゴなので、まあ、カジュアルな印象にはなるかなと思いますね。まあ、ここに、まあ、首元にね、まあ、スカーフバンダナ、まあ、入れても、いいかなと思いますが、まあ、ちょっとねゴリッと
なるんで、ゴリッとさせたい人はバンダナとか入れてもいいのかなと、はい、思いますね。どうですかね、このスタイリング、まあ、オールブラックの時よりかなり、カジュアルな印象になるんで、まあ、本当にゴリッとアメカジのスタイリングしたいっていう方は、まあ、こういうスタイリング、まあ、挑戦してみてはいかがですかっていう感じでございますね、はい、これが、4つ目の、スタイリングでした。さあ続いて参りましょう。さあ続いてのスタイリングは、はい、こんな感じ、今回はちょっとガラッと変えてみました。で、今履いてるデニムは、90年代のリーバイスの、517ですね、はい。で、上はこれ冬は本当によく着るんですけど、90年代の US ネイビーのゴブセーターですね、うん、こんな感じ、ちょっとモックネックになってて、うん、首をねちょっとでも温めてくれるっていう、これねかなり気に入って、冬はねこれをインナーにかなり着るんですけど、まあ、こんな感じですね、うん。で、今回ももう本当全身もう本当タイトに、スタイリング組んでて、で、この517が、ウエスト29かな、うん、もう本当にジャストで履いてますね、はい。まあ、やっぱり上のジャケットが、上のレザージャケットが、まあ、かなりタイトなので、まあ、全身タイトにした方が、個人的にはこうスタイリングしやすいかなと思いまして、こんなスタイリングにしてみました。で、このねゴブセーターがね結構ウールのニットなので一つでね結構あったかいんですよ。まあ中にタンクトップ入れたり、あとはヒートテック入れたりして、こう温度の調節を、まあ、すれば、まあ、結構ね長い時期着れるスタイリングだと思うので、まあ、このスタイリングはねかなり僕はおすすめなスタイリングでございます、はい。続いてじゃあ参りましょう。さあ続いて、まあ、こちら、ラストですね。ラストのスタイリングは、はい、こんな感じ。まあ、デニムは、先ほどと同様、リーバイスの、517で、中のニットを変えまして、これはもうね、アメカジ古着好き大好物のラルフローレンの、正常期ニットのフード付きのやつですね、はい、パーカータイプでございます。で、これもね、ウールのニットなんで、まあ、中の、タンクトップだったり、ヒートテックだったりで、まあ、体温の調節していただければ結構長い、シーズン、まあ、このスタイリングでいけるかなと思います。で、やっぱりね、インナーの丈はねもうかなり気を使わないといけなくて、まあ、ジャケットね、一番上のジャケット A2 タイプのジャケットが着丈短いんで、中のインナーの、今日の着丈もねちょっと短めに、まあ、した方がバランス取りやすいかなと思って、今回こんなスタイリング組んでみました。で、今まで組んだ、スタイリング、まあ、全てに共通するのは、まあ、足元は、まあ、おそらく僕が合わせるならこのブラウンの、トニーラマのウエスタンブーツ、まあ、これを合わせるかなと思います。まあね、このブラウン、まあ、同系色、まあ、なので、まあ、バランスもいいですし、で、全身タイトなスタイリングで、まあ、こうブーツにデニムをかぶせた時にこのつま先が見るんですけど、まあ、つま先がかなり、シャープな印象なので、全体的にバランスが取れるかなという感じで、まあ、全部のスタイリングでこれ、トニーラマのウエスタンブーツを、まあ、使うかなという感じでございますね、はい。ということで、今回は、このスタイリングでラストになります。さあということで、今回はこちら、ゴールデンベアの A2 タイプの、レザージャケットの、まあ、スタイリングを組む動画でございました。いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、まあ、この、A2 タイプのレザージャケット、まあ、初めて
僕も、購入してみて、まあ、どうやって着ようかなっていうのを、まあ、考えてたんですけど、まあ、そのまま動画に出した方が面白いかなと思って、まあ、何個かねスタイリング組んでみたんですけど、まあ、いかがだったでしょうか。まあ、似合う似合わない、まあ、いろいろね、ご意見あると思いますが、まあ、このスタイリング良かったよとか、僕はこんなスタイリングしてますとか、コメントでいただけたら、まあ、今後ね動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひいいねと、コメント、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、また何か、コメント欄でこういう服どんな感じで着ますかとか、ご要望があれば、コメント欄でいただければ、まあ、それに準ずる動画も作っていこうかなと思いますので、まあ、何でも気軽にコメントいただけたら嬉しいです。というわけで、今回こんな感じで動画終了したいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。